インセーンクラウンポッシーは、アメリカ合衆国のホラーコアディオ。頭文字を取って、ICP と呼ばれる。過激な音楽活動で知られ、全米 PTA が子供に絶対聞かせたくない、最悪音楽、グループナンバーワンに選ばれている。ミシガン州デトロイトデルレー出身の白人、バイオレントイとシャギーにドープによって1989年に結成。初期は、 シャギーの兄であるジョン・キック・ジャズやグリーズ・イーがメンバーであり、J の兄、ジャンプ・スタディラを交えたインナーシティ・ポッセとして活動していた。バイオレント・ J は不気味な笑みを浮かべたピエロのメイク、シャギーは激怒した表情のピエロのメイクを顔に施している。ラップの内容は二人が愛好するホラー映画からの影響を受けた悪夢的なものや NWA の影響を受けたギャングストラップや 生死に乗者の良気趣味など多岐にわたる。1990年代後半から2000年代前半にかけては、同郷であり互いをよく知るエミネムとの激しいビーフ合戦でも話題を集めた。1991年に名優であり、兄貴分であった石や村と共同でサイコパシックレコードを設立し、1990年代半ばより、レーベルの活動が、 本格的に主導。1998年からはツイズ・ティッドラサイコパシック・レコードの人気メンバーで構成されたユニット・ダーク・ロータスとしても活動しており、2002年からはイシアムとのコラボレーション企画ソー・パビランズでも活躍。近年もホラーコア系ラッパーから絶大な注目を集め、エニバディ・キラブレイズ、アックス・マーダー・ボーイズなどが契約を勝ち得ている。 ファンが過激なことで知られ、ICP の男性ファンは総称して、ジャガローと呼ばれている。二人ともプロレスへの関心が強く、イカップリングウィズへのゲスト参加、1998年の WWE 登場、1999年の WCW 参戦など、プロレス業界にも進出し、1999年には、ハードコア系のインディープロレス団体、 JCW を設立。彼ら自身も、時折選手として、試合に出場しており、ネット中継での実況解説も担当している。また、バイオレント J は、音楽デビューマもない頃、レスラーとラッパーを兼業していたため、他のレスラーと比べても遜色ない動きを見せる。WCW では、バンピーローと共闘し、ダークカーニバルを結成。短期間ではあるが、 グレート・ムタもこれに参加していた。2000年以降は歌詞の内容が猟奇的、非公報助であるとして、複数の人権団体に訴えられる。またメディアが扱いづらい事象を ICP が取り扱うため露出が減り、彼ら自身も ICP の世界観を表現できる活動の場を求め、アンダーグラウンドへ移行した。それにより、一般大衆の認知度は落ちたが、 以降発売された3枚のアルバムはいずれもビルボードのインディーズチャート1位を獲得するなど、根強い人気を誇っている。ありがとうございます。